はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第487回をやっていきたいと思います。今回は他者からの影響の4ということですね。で、まず自分がいて他者がいますと。そうした時にこの他者ですね、まあ、例えば親とか教師とか、まあ、会社の上司が、まあ、本当の自分よりもこう低い評価をしていると、マイナス評価をしているということですね。で、それに対して前回はこのマイナス評価っていうのを、まあ、無意識に受け入れたという場合をやったんですけど、今回はそれが間違った評価だっていうふうにこう自分自身が気づくと。要するにこう無意識じゃなくて意識的に、あ、これは、ね、自分に対してのマイナス評価っていうのは本当の評価じゃないなと、ね、要するにこう自分のためじゃないと。ね、例えば親とか教師とか会社の上司があなたのためよと言いながら、ね、例えばもっとこうしなさいとか、それをしてはいけませんとか、何か言えば分かるんだというのをまあやっているわけですけど、それは自分のためじゃなくて、ね、あ、間違った評価だっていうふうにもし気づいた場合というのは、実はこの相手の、ね、価値観から見たこう低い自分じゃなくて、その反動でこうなんかこうしゃがんでこう上がるというような感じで、間違った評価とは逆の目標を達成するということが起きるんですね。だから無意識だと相手の、ね、期待通りというか相手の評価通りの、まあ、ダメな自分になっていってしまうんですけど、でそれがこう、ね、自分のためじゃないと、ね、これは明らかに自分のためにそれを言ってくれてるわけじゃないということに気づいた場合は、下がって上がるということをして、逆にね、この反動を利用して目標を達成するというね、その他者の評価とは全く違う結果を出すということも起きるんですね。はい。ということで、あなたはダメだと他者から、親とか教師とか会社の上司からマイナスの評価を受けているということですね。しかし自分にとってその重要な他者、親とか教師とか上司みたいな自分にとって重要な他者が自分を支配管理しようとしていると、ね、要するにこう自分を支配管理して自分以下の人間を育てようとしているということにまあ気づいた、もしくは自分を抑圧しようとしている、ね、決してこれ自分を成功させようとしているわけでもなければ、ね、自分を幸せにしてくれようとしているわけでもないと、単に自分を抑圧しているだけだというふうに意識で気づくと、ね、無意識だと、ね、自分が無意識だと親の期待とか会社の上司の期待とかね、学校の教師の期待に沿ってなんかダメな自分になっていってしまうわけですけど、そうじゃなくて無意識じゃなくて意識的に、あ、これこの人自分を支配管理しようとしてるとか、単にね自分をねなんか成功させたいとか幸せに導きたいわけじゃなくて、単に自分を抑圧してるだけだというふうに気づいた場合っていうのはね、下がって上がるんですね。そうすると間違った評価とは逆の目標を達成するということになるんですね。だからやっぱり言葉っていうのをね、そのままこう鵜呑みに受け入れてはいけないということです。で、その親とか教師とか会社の上司がね、あなたのためよと言いながら、ね、まあ、こう自分から見てこの他者が、ね、もうダメな自分になんか教えてくれてるみたいな、そういう態度で教えてもらっても、ね、自分のセルフイメージがどんどん下がっていってしまうだけなんですよね。でこの人の言った通りやってうまくいけばいいんですけど、大概うまくいかないんですよ、実際はね。理由は簡単ですよね。時代が違うということです。で、例えばその親と自分が30歳年が離れているとか、ね、学校の教師と自分が30歳年が離れているとか、上司と自分が30歳年が離れているということであれば、ね、要するに30年前の常識と今の常識は全く違うわけですよ。ね、だ30年前こうだったからといって今はこうというわけではなく、その30年前の常識 でという考え方、価値観を押し付けられてもうまくいかないんですよね。だから親が言った通りやればやるほどうまくいかない、学校の教師が言った通りやればやるほどうまくいかない、会社の上司が言った通りやればやるほどうまくいかないということであれば、要するにこの人の、ね、助言というのは別にこう自分を、ね、幸せに導くわけでもなければ成功に導くわけでもないということに気づけば、ね、あなたの言っていることは間違ってますよというのを、ね、まあ無意識で反動として利用して、ね、結局この人が言ったこととは全然違うことをやればやるほど、まあ、うまくいくということが起きるんですね。だから要するにこう無意識が気づくかどうか、無意識だと下がっちゃうんですけど、意識して気づいた場合、ね、この人が言った通りやればやるほどうまくいかないじゃないかと、ね、うまくいかないんですよ基本的にはね。そう、時代が変わっていれば、ね、今の時代と30年前の常識は違うわけなので、
この人が言った通りやればやるほどうまくいかないということを気づき体験するとなんかおかしいと。この人は言葉では確かにね、あなたのためよと言って自分を成功させようとか自分を幸せにしようと、そのためになんかね、あの一生懸命なんかいろいろ教えてるような感じがするんだけど、この人が言った通りやればやるほどうまくいかないと。でなんかこの人が言ってること怪しいなということで、なんかね、単にそのね、上下関係、親と子供とか上司と部下とか教師と先生とみたいな単に上下関係をずっと維持したいだけ、要するに自分を支配管理しようとしてるだけ、もしくは自分を抑圧しようとしてるだけだっていうふうにこう気づいた場合は、ね、相手の評価とは別に逆にこう、ね、相手以上の存在になって、ね、目標を達成することができるということですよね。何が違うんですかって言ったら、他者の親、教師、会社の上司の、ね、言ってる言葉を無意識にそのまま受け入れて、あなたのためよっていうのを本当に自分のために言ってくれてるんだって受け入れてる場合はどんどん下がっちゃうわけですけど、なんかこの人の言った通りやっても全然うまくいかないということで、この他者のアドバイスが自分の、ね、にとって有効なアドバイスになってないって気づいた場合は、逆にそれをこう原動力というか反動にして目標を達成すると、まあ、そういう、こうね、逆のこう期待の答え方っていうのも起きるということを今回はご紹介しておきたいと思います。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。